吉祥寺音楽祭は東京都武蔵野市吉祥寺で毎年ゴールデンウィークに開催される音楽イベント。吉音の名で親しまれている文化芸術都市、吉祥寺の街の活性化の一環として1986年にスタート。開始当初は毎年思考が変わることから企画統一のためにアンケート調査を重ねた末、1990年の第5回より、 ジャズに特化したイベントとなった。その後、2002年の第17回より、吉祥寺のさらなる飛躍を目指し、吉祥寺音楽祭をリニューアル。吉音コンテスト、スーパーステージ、公演コンサート、ジャズコンサートの4つを各として、毎年ゴールデンウィークにイベント展開されている。屋外イベントや自主イベントは無料だが、吉音コンテストやジャズコンサートなど一部有料のものもある。 第30回を迎えた2015年からは、吉祥寺スプリングフェスタの一環として行われている。なお、同フェスタは2015年に、吉祥寺駅南北自由通路開通1周年を記念して付けられた複合イベントのタイトルである。なお、イベント終了後の5月末日に、j c ム m 武蔵野見たか j イコムチャンネルにて、イベントの特集番組が放送される。2020年は、 基地音コンテストを除き新型コロナウイルスの影響により開催中止となったが、基地音コンテスト決勝大会のみ秋に開催時期を移して行われた。井の頭公園野外ステージで行われている公園コンサートをほか多数基地上寺音楽祭のメインイベント。かつてはジャズコンテストとして開催されていたが、2002年より幅広いジャンルのミュージシャンが出場する大会として、 生まれ変わりスタートした。出場者は地元のみならず、全国各地から、またプロはまとわず、ストリートミュージシャンも含め、ホークポップス、ロックジャズ、フュージョンなど多岐にわたっている。出場エントリー数は、毎年200組以上にも上る。フリーエントリーのほか、ライブハウス推薦枠で数組が出場し、決勝大会は、毎年5月上旬に吉祥寺シアターで開催される。 グランプリに輝いたアーティストは、武蔵の FM で、レギュラー番組も担当している。なお、2020年のみ10月18日に無観客で、開催された。吉祥寺駅前、北口広場にて開催される屋外ステージライブ。吉祥寺近辺や中央線沿線で活躍する、若手やプロミュージシャン、吉音コンテスト出場者などが、出演、2日間で、計時間にわたって、 ライブを行う。吉祥寺音楽祭のフラッグシップイベント。吉祥寺をこよなく愛した、高田渡をはじめ、大杉さざなみ、佐野史郎、小室仁志、浅道き記念直人なども、このステージでライブを行ったことがある。井の頭恩師公演野外ステージにて、毎年初日に開催されるコンサート。主に市内小中高校吹奏楽部などのブラスバンドや、 コーラスグループが出演する。吉祥寺音楽祭で、最も歴史の古いイベントで、ジャズファンの年配者から、若年層まで幅広い人気がある。出演バンドもプロアマチュア問わず多彩で、吉祥寺のジャズクラブに出演しているミュージシャンのほか、整形大学やアジア大学などのジャズバンドなども出演する。2017年の第32回より始まった新たなイベントで、 吉祥寺に日頃関わりのある学生や、社会人らによるアマチュアビッグバンドが、一堂に会し、ジャズの生演奏を披露する。ジャズコンサートと同様に、武蔵野公会堂で開催、昼の部、夜の部に分かれ、いずれも二部制で実施。ホッコ天パレードと同様に、吉祥寺駅前北口平和通りにて、毎年4月29日もしくは4月最終日曜日に行われる。 主にストリートやライブハウスなどで活動する新進経営の若手ミュージシャンらがライブを行う。吉祥寺駅前北口平和通りを中心に毎年4月29日もしくは4月最終日曜日に行われるパレード。これまで毎年行われてきたホコテンダンスに代わり2015年の第30回より登場。2014年4月13日に 吉祥寺駅南北自由通路の開通を記念して行われたパレードが源流。サンバ、マーチングバンド、バトントワリング、チアリーリング、ダンスなど多岐にわたる団体が参加し、元町通りからサンロードを経由し、平和通りまでパレードを行う。地元武蔵野市のみならず、隣接する杉並区に活動拠点を置くチームも出演している。自主イベントの例期間中。 イベント協賛している大型店舗、個人店舗が自費で開催するサテライトイベント。それぞれ趣向を凝らしており、ジャンルも多岐にわたっている。節目の年などに特別企画として記念コンサートなどが行われる。これまでの記念企画 CD は、吉祥寺のライブハウス3店舗などで販売している。ありがとうございます。